お、これは、あ、これが高校か。モーガンタウンハイスクール。なんか大学より規模がある気がするんだけど。入ってみよう。広、おお、そこだ。あった、西。ちょっと聞きながら戦闘しようかな。監督官の個人日誌。高校2年生の時、母さんが鉱山事故で死んだという知らせを聞いた。ウエストバージニアではよくある話だけど、まさかそれが自分の身に起きるとは思っていなかった。よくあるんだ。父さんはボロボロになり、私は図書館にますますこもるようになった。それ以前からほとんどいつもそこにいたけど、そしてエヴァン、エヴァンとはその数ヶ月前、母さんの紹介で知り合った。私の一年先輩で、卒業後すぐ鉱山で働いていた。すごくハンサムでたくましい彼を、ウエストバージニアの女子が嫌うはずもなかった。信じられない。彼は私を追いかけた。そうした後、私は誰とも会いたくなかったが、彼はそばにいた。仕事が終わると毎日弁当箱を持って図書館にやってきた。私と昼食を取るために。就職説明会が始まり、私はボルトテックの担当者たちに会った。すると突然、私の頭にある映像が浮かんできた。家族とその未来を、アメリカを守る私の姿だ。ボルトテック大学の合格通知が届くと、私はまず父さんと一緒に母さんの墓参りをした。父さんは私がウェストバージニアにとどまることを決めていた。もちろん私も。壁から顔が出てる、スコーチ。スコーチばっかりだな、ここ。え、何こいつ、壁の中にいる。壁の中にいる。このスコーチは壁の中にいる。どうにもならない。あ、出てきた。いや、ほんとたくさんいるな。下の階か。誰かプレイヤー来たかな。あ、プレイヤー入ってんね。意外と広い。なんか全然大学より広いと思うんだけど。おお、びっくりした。勧誘されて、いや、勧誘はありがたいんだけどね。今はちょっとソロなんだ。あ、喉乾いてきた。飲み物が今今度は少ないな。コカ・コーラでいいや。開けれない、開けれない、ひたすら開けれない。ちくしょう。パーク早くね、レベル上げれるそのパークの元を手に入れないとピッキングのしようがないんだよな。
んなところか。お、スコーチ。当たんない。さて次どれやろうかな。ああ今度大学に日誌があるんだ。大学は行ったことあるんだけど、大学一フロア行ってなかった場所があるかもしれないんだよな。そこ確認しよう。ん？ターミナル。ロックド。ハッキングの選択肢も出ないってことは入れないんだよな。バンか、銀行かこれ。入りてえ。絶対キャップたくさんあるじゃん。いやキャップとは限んないか。昔の紙幣かもしんないけど。銀行か。すごい足音する。グールいる。弱いレッテルを貼られたグール。そんな弱くもないと思うけどな。でフェラルグールの方が2発で死ぬぞ。すげえとこにキノコ生えてるけど。この真下多分銀行なんだけど入れませんな。上に行ったところで何もないと思うけど。あ、これ開けれる。ヘアピンあんまり持ってないからちょっと大事にしたいな。あ、ステルスボーイだ。こういうのが開けてないんだよな。開けたいんだけど。お前は来るな。お前は来るな。ホットドッ、ホットドッグ？これホットドッグ？俺にはソーセージにしか見えないけど、ホットドッグというならまあ持っていこう。で、大学だ。ここは前来たことあるからとりあえずテープ、テープ、あれそういうハマり方するか。テープを探そう。大学ライト消したら超暗いな。そろそろ銃でも使うか。タグ。タグは2階か。
また壁の中にいる。殴れるのかな。あ、殴れる。ほら、どうした。かわいそう。ていうか大学こんな狭くなかったはずなんだけど、あれどっか広いフロアなかったっけ。あれ大学こんな狭かったっけ。待て、ちょっと表口から入ろう。ん？これ大学だよな。あれもしかしてここ大学複数ある。複数ある。そっか、キャンパスか。これ何キャンパスだ。ボルトテック大学で名前統一されてるから分かんなかった。こっちもじゃあちょっと見ていこう。なんか医科学あたり臭いな。ここは相変わらずのグールだけど、なんか近未来感がある。おお、ボルトっぽいな。セキュアドアコントロール、ドアを開く。以前のシミュレーションステータス。何え、何これ。人生の総損失。人員の死亡とかじゃなくて何、人生の総損失。怖っ。人生を失ったって。計画、利用可能な計画はありません。反対はアクセス不可。そか、大学小せえなって思ってたらちゃんとこういう風になってたのか。アクセスできない？ダメか。ロッカーの中身が適当すぎるけど。この辺はグールというよりかはロボット。ボールが1個しかないビリヤード。これはジャンプスーツっぽいものが置いてある。ミスターハンディ、こんにちは、ごきげんよう。はい、ん？これ開いた。いやー、骨あ、 VT って書いてあるから、やっぱあれか、ボルトの試験場か。ここで
人生を損失したっていう結果だからな。そりゃこうだろうな。おお、こと細かくログがある。ああ。閉じ込められたってパターンか。あ、また喉渇いてる。ウォッカでいいかい。あとウイスキー。よし。酔っ払っちゃったかな。うわー、たくさん来た。15。あ、壊れた。拳、拳。え、全然今思ってないけど、15のくせに。何の音だろうこれ。誰か何かいじってる？二人いるね。誰かがクラフトステーションいじってるんだろうね、きっと。そうだよね。めっちゃくちゃ音近いけど。ああ、そうだ。おお。何をカチャカチャターンしてるんだろう。で、キャンパス一応つながってたのかな、これ。というかさ、ログを回収する？ログを聞くっていうか、監督官のログを見るが。エアキーボード。消えたか。まあいいでしょう。あ、これじゃん。これだわ。監督官の個人日誌。ボルトテッドの空気に触れながら、私は4年間を過ごした。優等生として卒業し、監督官の道を歩むことを父は誇りに思ってくれた。体を悪くしていたが、卒業式にも来てくれた。監督官のポストを打診されたからには、重要人物の目に留まっていたのだろう。大学を卒業したばかりなのに、本当なら何年もかかることだ。戦争が避けられないことが分かっていたのだろう。ボルト76の建設を知ったとき、私は興奮のあまり椅子から飛び上がり、今の中を踊り回った。過去にどんな悲劇があったにせよ、アパラチアは安全な場所になれる。そのことが嬉しかったのだ。エヴァンがそのタイミングで私にプロポーズしてきた。断られるはずがないと知っていたからだ。私のことを誰よりも分かっていた。エヴァンと住むようになった数ヶ月後に父さんが死んだ。父さんは私とバージンロードを歩くことを夢見ていた。結局私もバージンロードを歩くことはなかった。そろそろ家に帰らなければ。エヴァンに償うために。何それ、結婚もしなければエヴァンも死んでるってこと？悲しすぎるだろこのテープ。毎度毎度。これなんだろう。ほうほうほう。あ、ちらほらイベントがねあるわけだが、大学から出ようと。このターミナルはハッキングか。めんどいやつや。残った単語は結構あるな。やばいやばい。これかな。あこれだからハッキング嫌い。ああ、やった。
なんもねえじゃんこれ。データ破損としか書いてないじゃん。だからハッキングって嫌い。よし。あ、これモノレール出口だ。で、イベントは誰かがやってたらそりゃ終わっちゃうよな。で、多分この世界の頂上の無線信号に周波数を合わせるっていうのはこの一帯に入ればできるんだろう。行ってみようかな。なんだあのスコーチ、なんで一緒に走ってるんだ。こっちに来るわけじゃない。来た、これだね、世界の頂上のラジオって。はあ、目の前に今何かが、スコーチが、ええ、あ、いた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 、全然見てなかった。なんだここは。あっく、おい、もうそこにいる、そこにいる、顔が出てる。危ない、なんか別のロボットがいる。ロボットは戦ってくれないのか。こんにちは。うわ、出た、ミートバッグだ。こっちにもミートバッグだ。ミートバッグってよくあのスーパーミュータントが生息してるあたりにたくさんあったけど。